はい、こんにちは。こんにちは。今回ですね、球団シリーズということで、まあ、今までちょっといろいろ聞いてきましたけども、うん、今回は読売巨人軍を豊さんに聞いておこうかなと思います。早いっすね。何をしたいのかわからなかったね。結局守りたいのか打ちたいのか、選手を育てたいのか育てたくないのか、だから行き当たりばったり。ジャイアンツ課せられてる使命っていうのはさ、上昇ということなんだよね。負けることが許されないという、うん、だからそれをすごく重荷に感じて身動きが取れなかったんじゃないかなっていうような感じがする、ね、でもやってることは違うんじゃないのっていう、例えば若手を無理やり使ってみたりとかさ。で、あとはね、規制観念が強すぎる。打つだけという、ホームランでしか勝てないという。例えばよ、菅野が投げてます。はい。一番坂本が出ました。バッター、まあ吉川だとする、何させる？送ります。送る、はい。もうやっぱ絶対的なエースなんで、うん、とにかく先に1点を取るという、うん、そうだよね、はい。それがやっぱ決定されてない。試合の感じからすると4点から5点の勝負になるよね、はい。まあ、ある程度点を取っていかなきゃいけない、うん、そうなってくると、まあ、エンドランもあるよね。バスターエンドランっていうのもあるよ、うん。そしたらシフト引いてくるじゃん、バントの構えしてたら、はいはい。初回だったら、あ、本当にバントしてくるのかなと思って、うん、一塁三塁がない、うん、で、セカンドがちょっとベース寄りに来る、はい、で、これもベース寄りにちょっと動く、はい。だヒットゾーンって増えるじゃない、いくらでも。だからそこら辺をうまく操れなかったかなと思うね、今年。で、終盤何をやったかっていうと、はい、やっぱもう完全に攻撃型にしようと。で、阿部を一塁にして、マギ、坂本、岡本はレフト、はい、攻撃型にしたじゃん、はい。じゃあ攻撃型にした時にさ、ジャイアンツって何ができる？ホームラン構成ですね。うん、ホームラン構成だよね、はい。で、足は、まあ、どっちかというとちょっとまあ使えない、うん。そうですね。例えばここに何、阿部が打席に入ります、うん。まあホームランの確率もあるよ、はい。でもホームランの確率っていうのは低いよね。ただマギーと1点差負けてる、打たせる、打たせる、うん。俺はここでエンドラン、足が遅いんだったらワンヒットで一塁三塁作れないんでしょ。そしたら走ることによって一三塁が生まれる可能性が出てくる、はい。阿部のバッティングの性質としてバットに確実に当てれるという技術があるということです、はい。だから阿部の守備体験っていうのは、はい、例えばこういうポジショニングを取るとしたら普通に、はい、ね、少しずつこっちに寄るんだよやっぱり。あ、そしたらマギーがこう走ることによってどっちが入る、セカンドに確実にこいつが入るでしょ、はい。だここがガラ空きになるわけ。さあ阿部の技術だったらエンドラインが出た瞬間ここに打つよ。そしたら確率的には普通に打たすよりも確率はものすごく上がるということ。だからお前も言ったじゃん、阿部どうするって言ったら、いや打たしますかねって、はい。だからその固定観念を外さないとやっぱジャイアンツは勝てなくなってる。そしたらそういうことを作戦上考える。だからこれからは固定観念を外しての柔軟性、うん、これが必要になってる、ジャイアンツは。これはそう見てる。なんかあれですか、高橋監督と喋る機会とかってあんまない？いつも喋る。ああ、そうなんですか。そういうなんか話とかあるんですか？今年はこういうチームで行くみたいな、そういう。いや、あるよ。今年はやっぱ岡本と吉川を使いながら成長させなきゃいけない。まあ、両方とも成功は成功だよ。うまく成長してた、うん、うまく成長してたけども、問題点は点をどうやって取るかっていう、うん。だからこういうことも含めて柔軟にやっぱ考えた方がいい。個人のプライドを重んじるよりもチームが負けるというプライドを嫌った方がいい。まあそういうふうに私は見てました、はい。なるほど。このお面熱い。